こんにちは、ラスダイスケです。今回は全国で話題の RWS さん、はい、森影さんに全面協力していただき、はい、コラボさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。子供たちに内緒ってことです。はい、で、今もう実際に、はい、スクールをやってるんで。あ、そうなんですか。なんでちょっと実際、ラス選手に来てもらって、はい、どんな反応するか。このレッツの本拠地である埼玉県ですよ、ここ。埼玉県です。緊張しますか、なんか。どんな反応されるのか。確かに確かに。シーンだった。ちょっと笑っちゃいますけど、大丈夫です。なんか笑え。さあ、ラス選手の登場です。おめでとうございます。おめでとうございます。なんと皆さん来ました。ラス選手の登場です。拍手お願いします、拍手で。立ち上がります。皆さん、オーラ全開です。ちょっとキョトンとしてます。皆さん集まって、集まって一番興奮してるのは僕です。確かに。 YouTube 見てる？見てる、見てる。はい、じゃあみんな、はい、挨拶、挨拶。こんにちは。こんにちは。まあ短い時間ですけど、感じてもらえたら、あ、いいので、ボール使ってもね、一緒に、やり取りはしたい、していきたいので、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。那須選手と対決をみんなにしてもらいたいと思います。で、これが3分、2本で、せっかくはみんなやってもらいたいんで、11人対11人にしましょう。はいはいはい、はい、うん、でみんなやんないと、せっかくだから。そうですね。よし、見る。だから3分だったらもう全然できるから、はい、3分2本で2本で、はい、入れ替わりで OK です。で、もう10対1で、じゃあ11対 1, 1で対決。じゃあ12人です、はい、11対1 11対1で OK 対決。本気でよ、本気でやるよ。本気でやるよ。ハンデすっごい気上がってますけど、まだ始まったばっかだよ。始まったばっか。やばい、キーパーいないと。ほら、キーパーいないと。よっしゃ。皆さん、ちょっと大人げないんじゃない？大人げ。本気はこっちだ。よっしゃ。ちょっと息上がってませんか？思ってる以上にうまい。まずいぞ。よし、行くよ。フェイントついてくんだもん。来た。今何分？あと何分ですか？あと1分です。あと1分。あと1分です。長い。
ステースが早い、ステースが早い。いやこれしか得点方法が。もっとね、抜けるかと思ったら、うまかった。
一生いっぱいって感じですね。一生いっぱい。楽しかった。楽しかった。楽しかったでしょ。楽しかった。疲れた。でもさっきも言ったけど、この楽しむっていう気持ちをみんな、もういつまでも今も楽しいし、サッカー楽しむっていう気持ちがないと、あのね、ずっと続けられないと思うので、この気持ち忘れないでみんなやってくださいね。はい、はい。